ピアジョ PD-808 ピアジョ PD-808GE ピアジョ PD-808 はもともとカリフォルニア州ロングビーチのダグラスエアクラフト社で設計されイタリアのピアジオエアロインダストリーズで生産されたビジネス機であるピアジョ PD-808 はダグラスエアクラフト社でビジネス機として設計されたが一機も受注がなく事業すべてが ピアジオエアロインダストリーズに買い上げられた。最初の試作機は1965年に初飛行を行ったが、ピアジオ社も民間市場での売り込みには成功しなかった。わずかな数の機体がイタリア空軍により購入された。主翼を低翼に廃止胴体後部に2機のターボジェットエンジンを搭載したピアジオ PD-808 はわずか24機しか製造されず、 この中の22機はイタリア空軍へ納入された。初号機は多用途機としての使用であったが、最後の6機は電子機器のプラットフォームとして完成し、機内にはエリント用の機器と3名の操作員を搭載していた。2006年の航空ショー、ジョルナータ・アズラでの特別塗装を施した PD-808 ジェーンズエアクラフトリコグニションガイド。ありがとうございます。